こんにちは。アンドハチゴリ。ハチゴリ TV。スタート。そこから今ハチが出入りしました。ちょっと防護服を着て草を刈っちゃいましょう。では、ちょっと車持っていきます。工場の生け垣にハチの巣があるので、巣は多分大きくないと思う。ちょっと着替えて、防護服を着てやらないと危ないので、防護服を着てやります。あと巣があった周辺はパウダーしましょうか。パウダーね、パウダーで白く、これでもいいか。では、ドドンドンドドン、このね、このパイロンが、このパイロンの先にあります。ちょっとね、その、ちゃんと閉じてるよね。え？オオスズメかな？でけえな。小型なの？一匹取ってみましょうか。これ出てくる。姫？お尻が黒かったね。姫じゃね？これ姫。お、いや、オオスズメだよ。あ、姫だ姫。20匹ぐらいいそうですね。姫ですね。ってことはこれぐらいので十分でしょ。姫だったら。そんなさ、生け垣じゃねえけど植栽にさ、姫なんているんだね。閉鎖空間だと思ってたけど、何か木がある？木のうろみたいなの。どこに入っていくかさ、見てみないとわかんねえ。どこに入っていくの？あなたのお家はどこですか？
消させてもらうよ。わかんない。どこですか、お家は。入っていく。出てきた、出てきた、出てきたね。どうやらここの下らへんだね。うん？わかんないね。何？木のよ、木の株があるよ。これだろ。だって閉鎖空間だもん。もんだから普通は。こん中から出入りしてんじゃねえか。切れねえ。出てきた。木の株や。ただ巣は多分大きくねえと思うんだよ。ちょっとさ、バールか、バールで生きる。
金額はね、ちょっと見えない蜂の巣なので、少し高くなるっていうお話をしております。あ、ちょっとね、いくらかかかっても取らないと話にならないので、周りでやってダメならチェーンソーを十字に入れるしか方法ねえだろ。そうするとバール入れてみましょうか。粘着シートで出るか。それではね、チェーンソーでちょっと数はいないと思うんだけど、十字に切ってみましょう。
さて、あれだ、こっちだな。この下にありそうだな。なんだろう。あ、出てきた。なんかや、出てくるよな。これ切りながら行くってね、なんか目がすごくてさ、ここら辺なんだよ。そんな深いとこにいるわけねえよな。きついよ。
あ、一旦止めてね。バッテリーがそんなないからさ、さすが出てくるとこまで、ね、まあ空調服のおかげでここは曇らなくてすごくいいんだけど、巣がどこあるかわかんねえんだよ。ただ木の右側っていうのはちょっと確実性が高い、なので右側の根っこをちょっとチェーンソーでさ刻んでみようと思って、
マスクしてたから暑くてさ、マスクは外しました。ではね、ちょっと画面はあんま綺麗じゃないかもしれないけど、ちょっとどうやって入れるか。根は入りましたね、結構。掘ってみましょう。こう入れるか。出てこねえな。ちょっとまだ電気消しますね。うん、あまりの暑さと、ちょっと巣が出る見込みがまだないので、ちょっと蜂も飛んでないことから、防護服は脱ぎました。だってさ、36度くらいあるんだよ。死んじゃうよ。じゃあもうちょっとね、探して見つかったら、電気入れます。お、違う？
柔らかいからさ、このぐらいの可能性あるんだよね。柔らかいね。ありました。チェーンソー動かなくなっちゃったよ。チェーンソー、あのなんかガソリンがさピコピコ出てこないんだよね。だから別にチェーンソーなくてもいいんだけど、チェーンソーもう一個家にあるから。うん、蜂はねいないんだよね。周りかもしれない。ちょっとあったかな。深いぞ深いぞ。ん？うん。出てきたのはね、こっからなんだよ。だからこの周りを見た方がいいかもしれない。
穴開いてるよ。この下が穴開いてるわ。穴開いてる。でさ、オオスズメの巣をやってんのと変わんねえじゃん。これ。まさか木の下じゃねえだろうな。ここの現場、ヒメスズメなんだけど、ちょっと掘ったけどね、ちょっと取れそうもないんで、とりあえず蜂はもう出入りないので9800円で、またなんだろう、再発するようならばまた見に来るっていう話になりました。ちょっとね、必ずしもでね、アドバイスとして20キロのセメントを買ってきてもらって、セメントを流し込むんですね。そうしてもらうように、夜暗くなったらもう蜂飛ばないので、セメントをね、バケツでさーっと流し込んでもらう、そういうアドバイスをしておきました。まあ刺されないのが第一なので、ちょっとね、熱中症になっちゃうよ。今結構1時間ぐらい掘ったんだけどさ、死ぬわ。
っとね、意識朦朧としてるよ、こっちも。だから、ね、そういうこともあります。必ずしも全部取る。あれだってさ、木の真裏だったらさ、取れないじゃん。いや、取れなくはないんだけど、何日かかるかって話になるから、2万円でも割り合わなくて、2万って話したんだけど、2万でも取れないよと思って、まあお客様には、ね、申し訳ないけど、もうすぐ夏休みが入っちゃうと思うんで、ちょっと夏休み後が心配ですね。だからその前にできればセメント流し込んでもらえるとありがたいんだけどね。俺がセメント流し込みゃいいのかな、本当は。あ、でもお客さん工場なんで、お客さんもできると思うんだよね。こっちもさ、仕事いっぱい入っちゃってるからさ、サクサクいかねえと金なんねえんだよ。あれ、まあでもその後は一匹も飛んでません。なので問題はあるんですけど、ちょっとこれ以上は今日は無理。チェーンソーも壊れたもん。予備でさ、チェーンソー買っといたんだよ、もう一個。だからそれ、あれ帽子ってどこ行った、帽子ぐらい片付けてあるかどうか。手が向けて熱っ、終了。プロパンガスの脇のところに蜂の巣があります。本日2軒目、ちょっと1軒目でこずっちゃってさ、なかなかどうしてヒメスズメの巣が取り出せなくてさ、結局取れなかったっていうのもありますね。で、9800円だった。しょうがない。取れたら2万って話、ゲーム中でしたんだけど、取れなかったからさ。あ、仕方ねえ。ちょっと人が来ないタイミングで、さってやっちゃいましょう。一応メッシュの上下、被り物を着てます。まあ、足長だったら大体これで大丈夫ですね。撮影は終わりました。なのでシュッてやるだけです。ちょっとね、こっちからシュッてやる感じで、向こうに、あ、虫取り網を置きます。どこだったっけ、ここにハチの巣があります。飛んでったね。あ、これさっきのヒメスズメだ。
これさっきの蜂だよ。なんか。死んでる。やっぱね、何匹か飛んでったんですけど、殺虫剤かかってるんで、まずまず。本日3件目。まあ、簡単なやつ。足長で簡単なやつ。本日3件目。あの扉が開いてるとこに足長の巣があります、まあ、全部ねチェックしないとダメだね。できればあの蜂殺虫剤の方が効果は早いというわけですね。これさっき濡らしたやつなので、こいつで一撃でやる。じゃあ一応ね、いきますよ。ちょっとね、簡単なやつなんでサクッと終わらせて次に行かないとダメ。これちょっとオニヤンマは今日やってやれないので、サクッといきます。それで上がってきますね。あ、飛んでた。一匹飛んでた。なんか。油断しました。一匹飛んでっちって。まあ、あれだけ殺虫剤かかってれば、飛んでた先で落っこっちゃいますので、全く問題ありませんです。結構いましたね、10匹ぐらいいたから。あともちろん飛んでってるのもいるので、あと他の給湯器にも一応ね、写真がうまく撮るな。4件目。ここ軽自動車じゃないとさ、入れなくてさ。1軒目がね、ヒメスズメでさ、木の中みたいでさ、手こずっちゃってさ、どこ、あらここにあるね。網かけて殺虫剤やりましょう。見えない。ここしか見えない。
なるほど、そっちから見える。写真はね、殺虫剤入れてから。写真はね、出てきてるね。じゃあ抽選入れさせてもらいます。お、お、いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。そんなに逃げていってねえだろ。うまくいきましたね。完璧です。完璧ってほどじゃねえけど、暴れちゃったんでね、もう蜂が。もう早めに殺虫剤入れました。でもね、ほっとくと数増えちゃうので、今まだ2、30なんだけど、数増えちゃうので、やっぱね、取っとかないとまずいわけです。今14匹、今14ですね。よいしょ、こんなとこに作ったら綺麗にはまりましたね。多分あと気皮スプレー塗りゃいいんじゃない。どこについてたかすらわかんないね。あ、下落ちてるね。18、6、97か。16、17。どこに来ましたか。17、18。18匹ですね。ここら辺についてた。あ、これっぽいね。そう、キリスプレーやっちゃおうか。20匹ぐらいいましたね。まあ、稼いだんだけど。というわけ。蜂の巣は
近所迷惑になりますので、見つけたら早めに取るようにしてください。今回の金額は4件ともに9800円税ごりです。ネットや YouTube 広告などで何円からって表示しているサイトには注意してください。電話をかけて料金を聞いても教えてくれない業者がほとんどです。悪徳業者の場合はお客様の家で高額な見積もりを提示して断りにくく専門用語を並べてお客様を焦らして契約を成立させるやり方でぼったくりを行います。交渉が苦手なご老人や断ることが苦手な人などがぼったくり被害に遭っています。なので現地無料見積もりの業者にはくれぐれも注意してください。当社のような安い業者が見つからない場合は役所へ電話して聞いてください。チャンネル登録よろしくゴリゴリ、チャンネル登録よろしくゴリゴリ、チャンネル登録をお願いいたします。電話番号は 080-9171-3688 です。